はい、中産社会じゃないな、英語です。分子の形容詞適用法っていうことで、ちょっと前にやったんですよ。ただ、統一テスト等々絡んできて、過去問を入れたりなんていうことで、ちょっとね、間が空いてしまったんで、今日改めてね、もう一回見ていこうかというようなところでも、だから、ちょっと前にやったことの繰り返し的なところにはなりますが、思い出していきましょうということではございました。はい、分子。ね、分子にはね、現在分子というのと、過去分子というのがあったんですね。はい、現在分子。ね、はい、それから、過去分子というのがありました。ね、はい、過去分子ですね。現在分子っていうのはどういう形かっていうと、例えば、進行形にしたときにね、動詞の ing 形があったじゃないですか。はい、あれですよ。ね、動詞の ing の形。ね、あれ現在分子ですね。で、過去分子っていうのは、例えば規則変化であれば ed がついたりとか、不規則変化であればまた全く違う形に変わったりなんていうことでのね、なんでちょっと一概にと言いましょうか、こんな形とは書けないんですけれども、とりあえず今日はこの ing の現在分子を使ったものに関して、もう一回復習していこうかということでございますですね。はい。で、この現在分子、動詞の ing 形を使ってですね、形容詞的用法。うん。形容詞じゃないわな、現在分子ですからね。でも、形容詞のように使っていこう。つまり、何か名詞を修飾していこうというような、そんなお話なんだね、ということですね。はい。で、この現在分子 ing の形でね、はい。どんな意味を取るかっていうと、何々、はい。何々している。という意味で取っていこうということでございました。例えばです。Look at the board. ね。Look at the board. ね。Look at 何々何々を見なさい。はい。ですから、少年を見なさい。ね。なんていうことで、Look at the board でしたね。はい。そこで、はい。例えばです。Look at the running board. はい。そうなんです。ここで、running なんていうことで、現在分子が入ってきました。なかったら同じですよね。ただただ同じ文章、正面を見なさい。それが running なんていうことで、動詞の ing の現在分子がここに突っ込まってきました。ですから、どんな意味だっけな。でね、はい、先ほどの見ますと、しているか。はい、だから、じゃあ、何してんだ ?running, running, running。ですから、はい、走っている。走っている少年を見なさい。ということで、はい、この少年っていうね、ボーイを、説明してあげたわけですね。はい。ね、就職してあげたわけですね。それなんで、その分子、現在分子の形容詞的用法ということになってるわけですね。さあ、そしてもう一丁。Look at the boy running in the park. ね、Look at the boy running in the park. ね、今度は running で in the park だから、パークってのは公園か、公園か、公園だな。あとで、走ってんのは走ってるから、公園走ってんだな。ね、その少年が、公園走ってるから、はい、きっとこんな感じになるかな、っていうことでね。はい、公園をとか、または公園でとかね、どちらでもいいと思いますが、走っている少年を見なさい。ね、なんていうことで、やはりここに running ね、なんていうね、現在分子が使われて、何々しているの意味で取っていったということでしたね。さあ、そして、一回ね、ずいぶん前ですけども、1ヶ月ぐらい前になっちゃうかな。ね、話してるので、そういえば覚えてるかもしれないけれども、よく見ると、はい、こいつ。ね、look at the running boy っていうことで、走っている少年ね、というふうな意味で取ってる。ところが、こっちは何やら、ね、公園を走っている少年、ね、いうことで、何やら前から後ろ、後ろから前のパターンで、なんか違うぞということだったわけでしたね。では、何が違うんだ、ね、どっちも走っているのは走ってるけど。ね、前に置く場合、その名詞の前に置く場合、名詞の後に置く場合、何が違うんだっけな、ということになったときに、はい、単独で、ね、就職しているか、語句を伴って就職しているかの違いということでしたね。はい、こちら、running という言葉だけが、この一語だけが、boy に引っかかって走っている少年となってますよね。この時は通常通りというかね、この名詞の前に置いてある。
形容詞っていうのは普通名詞の前に置きますからね、まあ、形容詞適用法ね、分詞になってるだけで、その名詞の前に置いてあげて、まあ、矢印的にこの前から後ろ順当にというかね、説明してあげてるわけですね。はい、ところが、はい、分詞が単独ではなく何か語句を伴って、つまり今回はラーニングだけじゃなくてインザパークってところまでひっくるめて、ひっくるめて、ひっくるめて公園で走っている少年となっている。はい、そんな風にね、語句を伴うときはまず名詞を置いちゃうんだね。抜かれたボーイね、ボーイ少年、はい、どんな少年かはその後で分詞で続けてあげるね。単独のときは前から後ろ、語句を伴うときは後ろから前に引っかかる、はい、そんなようなパターンだったねということでございました。ってことでね、ちょっと前のお話になりますがね、間が空いちまいましたので、もう一度ね、繰り返し今日は見ていったよということでございました。はい、では本日こんなとこでした。ではまた。